左奥のプールを使って行います。さあ早速トレーニングに目を移していきましょう。今一頭のシャチが皆さんの目の前のプールへとやってきました。早速ジャンプを披露します。深いところから勢いをつけて、スライドショーを作りましたので大型画面をご覧ください。アースは2015年12月8日にカモフラージュワールドからここ名古屋港水族館へやってきました。すくすくと成長し、現在の体長は 5.9 メートル、体重は 3.3 トンと日本で飼育されているシャチの中で一番体が大きいシャチへと成長しました。ですが実はまだまだ成長段階です。これからも大きく成長していくアースにご期待ください。ではここからは15歳になったアースに頑張ってもらいましょう。トレーナーから合図が出るとプールの中へと潜り込みます。皆さんにご挨拶です。水中カメラに川のジャンプを披露です。可愛らしい顔が画面いっぱいに広がっていますね。アースの顔は丸い形が特徴ですよ。アースバッチリだったよ。ありがとう。皆さんに可愛らしくご挨拶をすることができました。ではアースの紹介が終わったところで、シャチとは一体どのような生き物なのか映像を使ってご紹介します。大型画面をご覧ください。シャチは世界に約90種類生息しているクジラやイルカの仲間です。赤道付近の暖かい海から南極や北極といった冷たい海にまで世界中の海に生息しています。世界中ということで、もちろん日本の周りにも住んでいるんですよ。実はここ名古屋にもやってきたことがあります。こちらは2000年のニュースの映像ですが、この時名古屋港水族館の近くを流れる堀川を秋田神宮のあたりまで泳いでいったんです。ではそんなシャチたちは海では一体何を食べているのでしょうか。シャチは魚を食べます。またイルカも食べます。アシカやアザラシも食べますし、ラッコやペンギンまで食べるんですよ。時には自分たちよりも体の大きなクジラを群れで襲って食べたり、サメさえも食べてしまうんです。世界中の海に生息し、海のいろいろな生き物を食べてしまうシャチはまさに海の王者の名にふさわしい生き物です。では再びトレーニングに目を移していきましょう。アースは皆さんの目の前のプール、左側のガラス面近くへやってきました。では体をご紹介しましょう。トレーナーから合図が出ると、まずは胸びれを持ち上げ振っていますね。シャチの胸びれは大きく丸い形が特徴です。この丸い胸びれの中には、私たち人間と同じように5本の指の骨が入っているんですよ。そのため器用に動かすことができ、泳ぐ時の方向転換やブレーキの役割を果たしています。当館の北館2階進化の海のコーナーでは、
あちらの写真のような骨格標本を展示していますので、ぜひ5本の指の骨を探してみてくださいね。皆さんの目の前でご挨拶をしていますね。アースの特徴、丸い顔がよくわかるかと思います。トレーナーと場所を移動してステージ上へとやってきました。ここで皆さんにポーズの披露です。大きな胸がよくわかりますね。上から見ると周りの顔も大きな胸もよくわかるかと思います。上手に披露できました。トレーナーからは魚をもらって褒めてもらいます。当館ではホッケやサバやニシンといった私たちにも馴染みの深い魚を与えているんですよ。続いては右側にお座りのお客様の前へとやってきます。先ほどご紹介した胸びれの他にもシャチにはあと2つのヒレがあります。背中についている背びれと、もう1つは尾びれです。逆さまになって大きな尾びれを披露です。アースと尾びれの幅は現在2メートルもあります。この大きな尾びれを上下に振ることで泳ぐ時の推進力を得ているんですよ。シャチの尾びれの表側は黒色をしていますが、今大型画面に映っていたように裏側は白色をしています。ぜひこの機会にシャチの体の色や模様にも注目して見てみてくださいね。うまくできたのでトレーナーから褒めてもらいました。ではアースの体の紹介が終わったところで、ここで世界中のシャチたちの狩りの様子を映像でご紹介したいと思います。大型画面をご覧ください。こちらはカナダのジョンストン会場です。はじめにシャチはさまざまな生き物を襲って食べているとご紹介しましたが、同じシャチが魚からクジラまで何でも食べているわけではありません。ここには鮭ばかりを狙って食べるシャチが住んでいます。とってもグルメですよね。こちらはアルゼンチンのバルデス半島です。ここはアシカの仲間オタリアが子育てをすることで有名な場所です。ここに住むシャチは浜辺に乗り上げてオタリアの赤ちゃんを襲います。何度も練習してこの技術をマスターするそうです。続いてこちらはアラスカです。ここは北極にほど近い場所ですが、夏にはコブクジラの親子がたくさんやってきます。シャチが親から子供を引き離してしまいました。そして子供の息ができないように海の中へと沈めてしまいます。最後にこちらは南極のロス海です。氷の上でアザラシたちが住んでいます。ここに住むシャチたちは群れの仲間と協力してタイミングを合わせ大きな波を起こし、アザラシを海の中へと落として食べてしまいます。このようにシャチは世界各地でさまざまな餌の取り方を発達させてきました。手当たり次第に何でも食べるというわけではなく、私たち人間と同じように食文化のようなものを持っていたんですね。では再びトレーニングの様子を見ていきましょう。ここからはアースのダイナミックな姿をご紹介します。それ
助走をとって、まずは左側、今日はとても高さがありますね。もう一度助走をとって2回目、ぐんぐんと勢い